量子力学において重要な役割を果たすエネルギー固有状態。さて、量子論におけるエネルギーは我々に一体どんな新しい世界観を与えてくれるのか。本日は視聴者の皆様を無限にディープな世界へ案内しましょう。やっぱもぜのおまけすんな。はい、ということで、ここからいつも通りやっていきましょう。今回何をやりたいかっていうと、シュレディンガー方程式を実際に解いてみたいだね。シュレディンガー方程式を解くっていう作業は本質的に何をすることかっていうと、この時間に依存しないシュレディンガー方程式を解くことだったはず。今回はまあ簡単な一次元で書いてるけども、なんでこれがまあ本質だったかっていうと、この方程式ってどこから出てきたかっていうと、シュレディンガー方程式の波動関数を変数分離した変数分離の形の解を考えて、座標部分から出てくるのがこれだったんだね。なんで時間の部分はまあ本質じゃないって言ってるかって言ったら、まあ時間の部分ってのはもうポテンシャルの形によらずに、もう形が簡単に決まったからでね、波動関数すぐに解くことができた。あの指数関数に虚数が入った形で書くことができたね。だからまあ俺らに残った問題、まあ残された課題っていうのはこの微分方程式を解くことだね。実際にこの変数分離の解が分かれば、それらの線形結合がシュレディンガー方程式の一般解になるから、だから俺らはこういうエネルギー固有状態を考えていくんだったね。いいでしょうか。ではですね、始めていきましょう。ちょっと復習なんだけども、これどういう方程式だったかというと、この鮭の括弧の中身はハミルトニアンと言われるやつだったね。この全エネルギーを、まあ、演算子にした量子化したものがこの鮭の括弧の中にあると。でこれを解くっていうのはどういうことかっていうと、 E と Φ を必ずセットで解くんだったよね。もう大事だから何回も言うんだけども、 E と Φ は必ずセットで解くと。例えば、E1 のE1 に対するこの方程式の解が Φ1 とか、 E2 っていう、まあ、E に対するこの方程式の解が Φ2 とかっていう風に、例えばまあ数字つけるとしたら ENΦ みたいな形で、 E に対応した Φ がある、別の E に対応するんだ別の Φ があるって形でセットで必ず解くのね。いいでしょうか。では具体的なポテンシャルの形を考えていきましょう。こんなポテンシャルの関数を考えると、これ何を意味しているかって言ったら、この VX っていうポテンシャルの関数がマイナス A からマイナス A と A のこの外側では無限大になっていると。だからまあめちゃくちゃ無限に高い、壁がそびえ立っているイメージね、関数の形で言ったら。だからまあそのイメージするためにちょっと白く塗りつぶしたんだけども、ここから外側に無限に高い壁があるよと。でこのマイナス A から A のこの内側では0になっていると。だから外から見た時になんかまあ井戸っぽく見るよね。ここに壁があって、ここちょうど0だからね、ぴったり。そこがあって、こうやって。で高さがまあ無限に高いわけだから、量子力学ではよくこのポテンシャルの形を無限に深い井戸型ポテンシャルっていうのね。で、まあね、これを考えていきたいわけなんだけども、なんでね、こんな形を考えるかって言ったら、まあ、実用的な意味もあって、例えばちょっと雑に書くんだけど、原子核がここにあると、電子が感じるクーロンポテンシャルってどうなってるかって言ったら、まあ、こうなってるはずだね。こんな風になっているはず、まあ、近くに行けば行くほどクーラーポテンシャル的には安定だから、単純に考えたらこうなっているはずでしょ。だからなんとなくさ、まあ、井戸っぽく見えるね。無限に深い井戸っぽく見える、まあ、かなりね、形はここら辺は変わるんだけども、大雑把に理想化したらこんな風に考えても良さそうだね。あとはまあ少しなんだろう、例の品が高くなるけども、原子核の中にある陽子とかが感じるポテンシャルも、これに近い形をしているっていう風な、まあ、実用的な意味合いもあるね。ただその実用的な意味合いの他にも、まあやっぱりね、数学的に解きやすい、こうやって。まあ絶対粒子が入り込めないような領域が外側にあって、ここだけ粒子が存在するみたいな、すごく単純な設定で。で、こんな単純な設定ならね、実はこの問題に量子力学的に重要なことがね、たくさん詰まってるから、まあね、すごく重要、教育的にも重要な例になってます。じゃあこれを解いていきたいんだけども、実際にこれ関数形が途中から変わるので、この方程式考えたいから、場合分けする必要はね、こっから外側の時と、この内側の時で。じゃあそれを考えていきましょう。じゃあまず最初に x の絶対値が a 以下であれば、つまりこの糸の内側の時考えるんだけど、この時 vx は0だから、ここに0を入れた方程式が考えたい方程式、こうだよね。 で次に x の絶対値が a より大きい、つまりこの糸の外側である時考えるんだけども、無限大入れたら方程式考えられなくなるよね。だからまあこれ何をするかっていうと、これ無限大がもし入ったら φ は何になってなきゃいけないかって少し考えてみて。本当はね、これ、有限の高さの井戸型ポテンシャル考えて、その極限としてやった方が数学的にはスッキリするんだけども、有限の方ね、結構数学的に最初難しいから、まず取っかかりとして、まあ、気持ちだけ理解してほしい。これ無限になっててさ、例えばエネルギーが有限の値もしたかったら、これ、ファイ何になってなきゃ変になる。
こっちが無限になってしまって有限だったらこれイコールならないので、ファイが0じゃなきゃダメだってわかるよね。まあ、シュレディンガー方程式をまあ全部大元とするスタンスとしてもそういう風に考えられるし、例えばね、まあ、物理的にポテンシャルが無限大なんだから絶対に入り込めないでしょうと粒子は。だからまあここでは存在確率が0、つまりファイは0にならなきゃダメだよねって思ってもいいよ。まずここではそういう風に考えてもらっても大丈夫。だからこの外側では0であることがもう分かっていると、これを解いていけばいいんだね。じゃあ上のものをもう少し考えていきましょう。じゃあ井戸の内側について、この微分方程式のこの定数の部分を全部右辺に持ってこようと。だからこんな風になるね。で今この部分ちょっときれいに一文字にまとめようか。つまりこうやって置いてみよう。ここで、K イコール H バー分のルート 2ME と置いてみると、これ少し注意してほしいのが、今 E ってのは、ポテンシャルの底がさ0だから、エネルギーとして考えられるのも0以上の有限な数なので、普通にこの K ってのは0以上の実数だよね。こう置くとどうなるかっていうと、この微分方程式こんな風に書き換えられるでしょ。もうなるよね。でまあこれ微分方程式としてはすごく簡単なもので、2回微分してまあ元の関数に戻る、定数倍して2回微分、もう1回言わせて、2回微分するとある定数倍されて元々の関数に戻るものって何があるかっていうと、三角関数なんだね。サインとかコサイン。でサインとかコサインはいわゆるまあ微分方程式言葉で言ったら独立な解だから、この微分方程式の一般解って言ったらこんな風に線形結合で表されるんだね。じゃあ続きをこちらやっていきましょう。ここで波動関数に連続性っていう要請を課そうか。これ何を言ってるかっていうと、少しさっきのポテンシャルの絵描こうか。今自分たちはこの領域の波動関数考えてるわけだよね。でこの井戸の外側ではもう0になるって分かってるわけだから、こんな風に波動関数は下に潰れてるはずだね。で連続性ってのはこうなってほしくないってことね。例えばこのような形で、ここでストンと連続性が失われてしまったり、これでストンと連続性が失われてしまったりしてほしくないって言ってるね。で、これがまあどうしてかっていうと、この波動関数の連続性どこから生まれるかって言ったら、本当はまあシュレディンガー方程式を見て物理的な話を考えたら自然に出てくるものなんだけども、今回のこの無限に深い井戸型ポテンシャルで議論するって数学的にややこしいので、やっぱね無限のせいでちょっとややこしいので、この話は第6項の、有限の高さの井戸型ポテンシャルの時に話すので、ここではなんとなくね、まあ波動関数繋がっててくれた方が嬉しそうだなぐらいに思ってほしい。だから書いておこう。第6項で詳しく扱うと。とりあえずまあこれを信じてもらって、井戸のこの両端で波動関数がつながるようにこんな条件を課してみましょう。井戸の両端の A とマイナス A でしっかり波動関数が0になるように条件を課した。この X に A とマイナス A を突っ込んだだけね。でこの2つから、A と B とか K にある条件が生まれることがわかるよね。丸1丸2を、例えば丸1丸2のこの式、この式を引き算すれば 2ASINKA イコール0になるけども、まあ、2はこれ消してしまって ASINKA0 が出てくるね。で、この丸1の式丸2の式足し算すれば次は 2BCOSINKA0 になるけども、2を消してあげれば BCOSINKA0 だね。こんなふうな状況を満たしていてほしいと連続性から要請されるわけだね。じゃあこれについてこっちで考えていきましょう。じゃあよって今この2つの条件を満たしたいんだけども、一番簡単なのって A が0、B が0ってやればまあ楽勝なんだけども、 A も B も0ってやったらさ、さっき考えてた波動関数にその00入れてみ、波動関数が0になっちゃうね。で井戸の外側ももう0だって分かすだけだから、もう全領域で0になっちゃうね波動関数が。そしたらどこにももう粒子が存在しませんっていう物理的にナンセンスな解が出てきてしまうので、そういうのは考えたくないと。だから今考えたいのは A と B が同時に0じゃないような解だけ考えたいのね。だからA と B が共に0でない解を考えるとどうなるかというと、サインとコサインがどっちも同時に0ってことはないから、ラージ A かラージ B がね、どっちか必ず0にならなきゃいけないんだけども、一つ目じゃあラージ A が0になる場合から考えようか。この場合どうならなきゃいけないかというと、こっちはこれで OK だね。 B が0じゃダメだからコサイン K が0じゃなきゃいけないんだけど、コサイン K が0になるような KA って何があるかな、こんな風に書けるよね。K
k イコール2分の n π で n は奇数。これ負の数考えないんですかっていう人がいるんだけど、負の数考えちゃうと k が0以上で a が、正の数だから必ずこれって0以上なんでね。だから負の方は考えないと、2分の n π で n が、正の奇数だけ。じゃあ2つ目 b が0の場合、この場合はこっちはこれで OK だね。 b が0だから a が0じゃダメだから sin k が0じゃなきゃいけない。 sin k が0になるような k っていうのはこの2分の nπ の形で表すとこうやって書けるよね。次はこんな風な偶数だ。はい。でね、この話をするとよく n イコール0ダメなんですかって言われるんだけど、 n イコール0だと右辺0になるね。で a は必ずまあ0より大きい数で考えてるから k が0になっちゃうんだけども、 k が0だとさ、B が0で K が0だと、さっき考えた波動関数にそれを入れるとやっぱり0になっちゃうね。だからさっきと同じ問題が生じるのでそれも物理的にナンセンスな感じになってしまうから、N が0の場合は入れませんよと。じゃあ従ってここで K ってどんな数だったかって振り返ると、これエネルギーと関係してる数だったよね。こんな風な関係があったから K イコール H バー分のルート 2ME より、これ E イコールに直すとこんな感じ、2m 分の h バー事乗 k 事乗と。で、k ってのはもうこの形に決まってるわけだから、いずれにせよ。a であったものを代入すると、8ma 事乗分の h バー事乗 π 事乗の n 事乗になるね。で、どっちの場合も考えたから、n はこれは1から、1、2、3、4って続く自然数ね。じゃあ波動関数の方どうかって言ったら、波動関数は、この1つ目の方からは、a が0で、だからコサイン部分だけ残って、K がこれで A で、K がこれを A で割った形だからこんな風に書ける、B コサインの 2A 分の N 倍、この部分が K ね、 X で、この場合はこの条件引きずって N が奇数と、正の奇数。じゃあ2つ目の方から何ができるかっていうと、 B が0だから残るのはサイン部分だけ、 K がこれを A で割った値だから A のサイン 2A 分の N 倍 X で N が正の偶数ってなるよね。でよく、量子力学ではこういう風に、まあ、N イコール1のエネルギーを持つのはもちろんこれ N イコール1の状態だね。だからこっちになるんだね。っていう風に N の、数でその、エネルギー超え状態とエネルギーが対応するように分かりやすくするためによく数字をつける。 N 番目のエネルギー超え状態ですよって、 N 番目のエネルギー超え値ですよって、こういう数字をよくつけるので慣れてください。じゃあここまでの話を、これで解けたわけだけど、シュレディンガー方程式はいわゆるこれで解けたって言うんだけど、これまでの話をじゃあ図にまとめてみましょう。じゃあ図にしてみると、まずと今、ポテンシャルエネルギーと、このエネルギーの高さを表現するために X 軸から浮かして観測たち書いてみようか。一番今回の中で許されるエネルギーが低いものってのはこれ N イコール1いただきものだよね。 E1 が一番低いでしょ。例えばここら辺の高さにしようか。じゃあで、E1 を持った量子状態、N イコール状態って何かっていうと、この N イコール1のやつだね。同じ数で対応していて、N イコール1のやつ。それグラフにしてみるとこんな感じになってる。こんな風な形に。このコサインの形になってる。で、次にエネルギー高いやつ何があるかって言ったら、N に2入れたものだよね。2を入れたエネルギー超え状態っていうのは、この N イコール2。こっちの次は3になるから、グラフはこんな感じ。こんな感じ。じゃあ次どうなるかって言ったら、N に3入れたものだよね。で、N イコール3の時の量子状態、エネルギー超え状態っていうのは、これだからまたコサインに変わって、こんなふうな節の数が増えたコサインの形になるよと。で、量子力学では、この許される状態の中でエネルギーが一番低いもののことを、今回これね、規定状態っていうのね。で、規定状態よりも上の状態のことを全部励起状態っていうんだけど、上に持ち上がった状態っていう意味で。で、一番最初の励起状態をその名の通り、第一励起状態って言います。2番目の励起状態を第2励起状態っていうと、今回のこの結果で何が面白いかっていうと、エネルギー、許されるエネルギーで一番低いものは実はゼロじゃないんだよね。古典力学で考えたら普通にさ、まあ、止まってるような粒子考えたらエネルギーゼロになるんだけども、量子力学ではそれは許されなくて、一番低くても必ずこうやって E1 っていうエネルギーを持ってしまうと、こういうのをゼロ点エネルギーって言います。量子力学の効果によってゼロにならないようなゼロ点エネルギーで、今回の大きな特徴のもう一つはこれエネルギー飛び飛びになってたね。許されるエネルギーが連続的じゃないと、古典力学は普通連続的じゃん。まあ別にさ、許されないエネルギーとかなかったよね。元気になればなるほど普通にエネルギーが増えていったし、だから量子力学のこれすごく大きな特徴の一つで、こういうふうに
ある限られた領域にしか粒子が存在しないっていうケースにはエネルギーは実は飛び飛びの値なのね。この限られた領域で限られた範囲のみ粒子が存在するっていうのを、束縛状態っていうんだけど、この時にはエネルギーの値が飛び飛びになると。これを量子力学の言葉でエネルギー量子化って言ったりします。はい、こんな風に、こんな単純な問題、無限に深い度型ポテンシャルって問題からも、こういう量子力学一般で見られる性質が今回の問題から分かるってことになります。もう少しね、話を進めてみると、例えば A がどんどん大きくなればなるほど、これエネルギーの感覚って狭まっていくよね。だからこの幅がどんどん狭まっていく。そうすると、古典力学とかに対応してくる、近い形になっていくんだね。許されるエネルギー状態が連続的に見えていくようになると。だから量子性っていうのは、こういうふうに狭い領域に閉じ込めた時に強く現れるって理解できるね。でもう一つ話しておきたいのが何かっていうと、今回は、こんな風に許される、エネルギーの状態が飛び飛びになったよね。でこの無限に深い度型ポテンシャルっていうのは、原子核のポテンシャルをめちゃ理想化したものだって言ったけども、実際には原子から出てくる光の波長が決まったものしかない理由ってここからも分かるんだね。許される状態がこうやって飛び飛びになってるから、エネルギーの状態が、だからこの差分、ある電子がこの状態にあっていきなりこうやってなると、この差分だけが光として放出されるんだけども、それがもう決まった値しか持ってないので、いつも観測される波長が同じっていう、そのエネルギーに対応した波長に必ずなるからってことね。少し難しい話だけども、何しもした時にね、全部理解できればいいかなと思います。じゃあ最後に、これが確率を表すって言ったんだけども、実際にはこの絶対値の2乗が確率密度だから、この、井戸の中で実際にね、粒子を観測しようと思うと、この振幅、本当は絶対値の2乗だから、こうやってここら辺に電子がよく見つかると、これだったらここら辺に電子がよく見つかる、これだったらここら辺に電子がよく見つかると、だから確率の振幅が大きいところに、粒子または電子がよく見つかるってことね。じゃあ最後に、これを本当に確率の意味を持たせるために規格化って作業をやってみましょう。じゃあ波動関数の規格化の話、これまで実は波動関数の絶対値の2乗は、確率密度に比例するものとしか言うことはできなかったのね。なんでかっていうと、確率っていうさ、名乗るためにはさ、しっかりそのあらゆる場合を足したら1ってなんなきゃいけないね。だから式で書いたらこんな感じの条件を数必要がある。この条件を数、そうして初めてこの波動関数の絶対値の2乗っていうのは、あ、確率密度ですねっていうことが、名乗ることができるんだのね。だから今回の場合、じゃあ実際どうなるかっていうと、実はこの条件を関数、さっき決まってなかった係数 A とか係数 B が決まるのね。じゃあ波動関数は N の偶期によって変わるので、N が奇数の場合から考えていきましょう。今回の例で言うと、粒子が存在し得るこれ全区間に積分するんだけども、今回井戸の外側では波動関数0になったから、マイナス A から A でいいね。この積分すればいいと。今回考えている波動関数を代入すると、こうなるね。このコサインの2乗の積分大事だね。半角の公式使って次元を落としましょう。こうなるから、この積分の式こっちに書くね。イコール。こうなると。この三角関数の部分なんだけど、A 入れても Nπ、マイナス A 入れても Nπ になるから、これもう三角関数の部分0だよね。だから、考えるべきはここだけ。2分の 1A 引く、マイナス2分の1だから、これ A になるね。この部分。イコール。こんな風に、よってこれが1になってほしいというのがこの規格化の条件なわけだから、これより B っていうのは、ルート A 分の1であればいいと。でここで少し、疑問に思ってほしいんだけども、これ B って実は一般に複素数でもいいのよ。だから絶対値はこれ外してないわけなんだけども、B の絶対値の2乗イコール A 分の1になって、だから本当はね、これにちょっと書こうかな。複素数位置離れてる必要があるけども、E の i シータって適当につけたやつ、この位相部分って言うんだけども、これがついたやつも別にこれ満たすわけなんだよね。だけど今考えてるのは物理で、波動関数にこれ適当に E の i シータがついても、物理的に意味があるのって絶対値の2乗の確率じゃん。だから確率、同じ確率分布を与える波動関数はこれ区別しないっていう量子力学のルールがあるので、だからこういうのは、除いた一番簡単な実数のルート A 分の1を考えているってことね。同様に
N が偶数の場合どうなるかっていうと、 N が偶数の場合はこれがまあ sin2 乗に変わるだけだけど、半角の公式の時にこれマイナスになるだけだもんね。別に今回プラマイ関係なかったので、結局 A も幾何化するとルート A 分の1を得るということになります。だから幾何化した波動関数を答えなさいとか言われたら、さっきの決まってなかったケース A とケース B にこれを変えたら OK とかね、最後にこれを計算してあげる必要があるということになります。じゃあ最後になったけども、少し長いけどね、ごめんなさい。最後に注意を言っておしまいすると、今解いてる、まあ、ハミルトニアンの固有値方程式と言われる時間に依存しないシュレディンガー方程式を解いても、今量子状態がどうなってるかっていうのは解けないからね。許される量子状態だけが分かる。なんだそんなだけかと思うかもしれないけど、別に力学だって同じね。力学だって何もね、初期条件が分かってなかったら別に本当の運動をどっからどこまで動くとかって解けないわけだよね。初期条件を与えてないからね。だから俺らも別にこれって時間に依存しない部分だけを解いてるわけだから、実際にそういうまあ本当に粒子がどんな風な運動をたどってるかとかって調べたかったら、初期条件とか与える必要があるから、今は許される量子状態が分かったってことね。正確に言えば許される量子状態のまあ定常状態が分かった。一般の状態は今回解いたものの、重ね合わせ線形結合で書かれるということになります。まあ、混乱させないためにあんまりまあバーバー言いたくないんだけども、今回のこのね、どんな風に解くかとかって、解くとか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 解くとか、あとはここからまあ得られる量子力学的知見をまあ少しずつ、ね、自分のものにしてくれたらいいなと思います。じゃあまあ、少し長かったけどもこれでおしまいしましょう。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の授業でもし分からなくなってしまったところがあったりとか、詰まってしまうところがあったら遠慮なくね、コメントの方で質問してみてください。各動画の固定コメントには、その動画に関する、ね、発展的な注意とか、Q&A のまとめが載っているのでぜひ利用してみてください。今回の授業あまりボケれなかったので最後にショートコントやります。無限に深い井戸の中にいる蛙。大会とか知るすべなくね。